第3章最近の法令など改正状況についてご説明させていただきます最初にオンライン安全管理審査の導入についてご説明させていただきますこちらは令和3年4月1日付で電気事業法施行規則第110条が改正され 安全管理審査の実施場所については、現行の設置者の法定事業者検査実施場所、または当該検査記録の保管場所で実施する対面式の現地審査に加えて、ICT 機器を用いたオンライン審査が可能となりました。なお オンライン審査の実施については、以下のとおりガイドラインが策定されておりますので、ご確認ください。続いて、令和3年12月1日付で、電気事業法関係手数料規則が改正され、安全管理審査のオンライン審査項目が追加されるとともに、申請方法及び 審査方法による手数料の変更が行われました続いて外部委託承認制度の対象設備の見直しについてご説明させていただきます令和3年4月1日付で電気事業法施行規則第52条第2項が改正され 電圧 7000V 以下で連携する太陽電池発電所については、これまでの出力 2000kW 未満から出力 5000kW 未満まで外部委託承認制度を活用することが可能となりました。この改正に伴い、関係国示第3条に出力 2000kW 以上の 換算係数の追加が行われました続いて自家用電気工作物のスマート化についてご説明させていただきます令和3年4月1日付で以下に記載した告示及び内規が改正され第三者認証を受けた スマート機器付きキュービクル、いわゆるスマート保安キュービクルについては、3ヶ月に1回を現地点検、残り2回を遠隔点検とすることが可能となりました。なお、第三者認証にかかる制度は、2021年度以降の検討事項となっており、 現在、電力安全小委員会にて検討しているところでございます。検討内容の詳細については、以下の URL のリンク先にて資料が公開されておりますので、ご興味がある方はご確認ください。続いて、外部委託承認制度の 実務経験年数などの見直しについてご説明させていただきます。令和3年3月1日付で、告示が改正され、電気保安管理業務の委託に必要な能力の習得を補う制度として、新たに電気保安管理業務講習が設けられました。 加えて、電気保安管理業務の委託に必要な実務経験について、電気保安管理業務講習を受講した者においては、免状の種別にかかわらず、一律3年以上となりました。また、以下に記載のとおり、 保安管理業務講習実施者の要件と保安管理業務講習実施者一覧のご案内にて保安管理業務講習実施者を必ずご確認の上直接お申し込みください続いて常時勤務する事業場と異なる事業場への選任 兼務についいててご説明させていただきますこちらは、令和3年4月1日付で、内規が改正され、電気主任技術者の事業設備への選任について、常時勤務する事業場と異なる事業場への選任、つまり、兼務に関する要件が規定化されました。 要件の詳細については、ナイキー、チポツ、カッコ3をご確認ください。令和3年4月1日から、小出力発電設備のうち、10キロワットから50キロワット未満の太陽電池発電設備、20キロワット未満の風力発電設備についても、自己報告が義務化になりました。 事故を確知したときから24時間以内に事故の概要、速報といいます。また、30日以内に事故の詳細、商法といいます。の報告を行う必要があります。対象となる事故や報告の方法などの詳細は、経済産業省ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 太陽電池発電設備に関する技術基準は、これまで電気設備に関する技術基準の解釈において規定されていましたが、令和3年4月1日に第3条にて太陽電池発電所を設置するにあたっては、人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与える恐れがないように施設しなければならないという規定をはじめ、太陽電池モジュールを支持する工作物の構造等、 土砂の流出及び崩壊の防止、公害等の防止について規定した発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令を別途制定しました。また、これに合わせて省令で定める技術的内容をできるだけ具体的に示した発電用太陽電池設備の技術基準の解釈。 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈の蓄状解説も制定されました。なお、太陽電池発電設備の電気設備に関しては、従来通り電気設備に関する技術基準を定める省令が適用されます。令和3年4月14日付で発電用風力設備の技術基準の解釈 第3条第3項及び第4条第3項にブレードの損傷劣化等により発電用風力設備の技術基準に関する省令第4条第1号及び第2号に規定する構造上安全であることが確認できない場合は技術基準不適合とみなすことが規定され電気事業法施工規則第94条の3 1> 第1項第1号及び第2号に定める定期事業者検査の方法の解釈の別表2の検査実施上の前提1に記載する検査方法及び判定基準に日本風力発電協会 JWPA が発行した風力発電設備グレード点検及び補修ガイドラインが参照先として追加されましたのでお知らせします。また、 発電用風力設備のの技術基準の解釈第7条第6項第2号以に雷保護に関する民間規格の反映もなされています。なお、併せて発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する築城解説も同日付で改正令和3年6月21日付でさらに一部改正がなされておりますのでお知らせいたします。 続いて、一需要場所複数引き込み及び複数需要場所一引き込みの電気事業法上の取扱いについてご説明させていただきます。令和3年4月の電気事業法施行規則の一部改正により、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガスなどの 排出の抑制などのための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置、その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴う設備である場合にあっては、1需要場所複数引き込みが一定の条件下で可能となりました。また、災害による被害を防ぐための措置。 温室効果ガスなどの排出の抑制などのための措置に伴う設備にあっては郊外にわたる電線路により一方の需要場所で受電した電力を他方の需要場所へ融通する複数需要場所1引き込みが一定の条件下で可能となりました。これらの適用にあたっては 保安上の支障がないことが確保されていることが要件の一つとなっておりますので、詳細は、電気事業法上、保安上の取扱いについてをご確認ください。発電所に関して一連性のある事業とは、同一発電所に係る同一工事に該当するものという考え方については、 平成25年に工事計画届出等または環境アセスメントの用費の判断に係る同一発電所及び同一工事に該当するか否かの判断の目安についてを策定し事業者の皆様における予見可能性の担保に努めてきました。令和3年9月28日に近年の 太陽電池発電所および風力発電所の開発における事業形態や土地利用構造等の多様化を踏まえ判断の目安を精緻化明確化した太陽電池発電所風力発電所に係る環境影響評価法および電気事業法に基づく環境影響評価における事業の一連性の考え方についてが策定公表されました。 今後、環境アセスの実施が必要な事業か否かを確認する際には、平成25年の判断の目安とともに、この策定された一連性の考え方を参考に、周囲の他事業との一連性の有無をご確認ください。なお、判断に迷う場合は、経済産業省本省電力安全課にご相談ください。 発電用火力設備の技術基準を定める省令の一部改正について、近年、木質チップや家畜糞尿を用いて、バイオガスを発生させ発電する設備の導入が拡大しており、一部では事故も発生しているが、バイオマスガスを用いた発電設備に係る技術基準は明確化されていない状況でした。こうした廃棄を踏まえ、電力安全省委員会にて、 カギ省令及びカギ解釈において、バイオマスガス発電設備に係る技術基準を明確化すべきとの結論が得られたことから、ガス事業法におけるガス工作物と同等の工作物であるバイオマスガス発電設備のガス設備に対し、まずはカギ省令中にガス工作物の技術基準を順用する形で改正しました。詳しくは以下リンクをご参照ください。 大型火力発電所の遠隔監視について、こちらは今まで発電所構内からのみの常時監視が可能な火力発電所に関して、令和元年度に IoT や AI 等による発電所構外からの常時監視の実現に向け、巡視点検の高度化、監視所等の遠隔化の観点から遠隔監視の導入方法について整理されました。それに伴う、 電気設備に関する技術基準を定める省令の改正について、電気省令第46条第1号に、現行規定にある発電所または同一構内における常時監視と同等な監視を確実に行える発電所であって、異常が生じた場合、安全かつ確実に停止することができる措置を講じている場合は、発電所等で 常時監視を求めない旨の条文を追記しました。また、電気解釈第47条の前に、新第47条を新設し、気力または大型ガスタービン発電所における常時監視制御の遠隔化に係る規定も追加しました。合わせて、気力及び大型ガスタービン発電所における 遠隔常時監視制御導入の手引き、および大型火力発電所における遠隔監視制御導入に関する Q&A を制定しましたので、詳しくは以下リンクをご参照ください。電気工事司法施工規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで第1種電気工事司免除を試験で取得する場合には、試験合格に加え、 大学、高専の電気工学系卒業の方で3年以上、それ以外の方で5年以上の実務経験が必要とされてきました。電気工事の施工方法や作業工具の技術進歩などによる作業の効率化などの環境変化を踏まえ、当該実務経験は大学、高専の電気工学系卒業の有無を問わず、一律3年以上とすることとなりました。 また、実務経験の証明として、電気工事業の登録などの番号が必要になりますが、建設業許可の番号と異なりますのでご注意ください。また、第1種及び第2種電気工事紙面上、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証の各面上を現在は紙で交付させていただいておりますが、 紙による強度不足で実用に耐えないなどのご指摘があり、プラスチックカードによる交付へ変更することになりました。プラスチックカード化にあたって、カードプリンターなどの対応機材の導入や事務手続きに準備期間を必要とするため、交付から施工まで1年間以上の期間を設けた上で、令和4年4月1日に省令を施工し、 クラスチックカードによる交付へ移行することとなりました。ただし、令和4年度中に移行完了することを前提に、移行期間として準備が整うまでは、旧様式での免状等の発行となります。また、移行までに紙で交付した電気工事司法免状なども引き続き有効となります。企画の更新や正改定に伴い、電気設備の技術基準の解釈の全文、 解釈第16条、56条、218条が、令和3年5月に改正されました。詳しい内容については、経済産業省の関係ホームページをご参照ください。これまでは、電気事業法及び電気工事司法に基づく資格への修正による交付や書き換えは行われていませんでしたが、令和4年の申請から、修正の使用が可能となっております。 救世による交付をご希望される場合には、申請書に救世を記載いただくとともに、住民票に救世が併記されている必要があります。